はい、今日はこちら35ミリフィルムのちょっとした異変をお話ししたいと思います。これも知ってる方は知ってると思うんですけれども、この去年あたりからですね、コロナによる材料不足だとかで、これですね、この蓋部分、これエンドキャップって言うんですけれども、これがね、本来黒いはずなのがこういう銀色のが出回ってるんですね。で、これ去年、コダックはこれ去年2021年ぐらいから出回ってるんですけれども、今日ですね、お客さんが持ってきたレンズ付きフィルムをこうなんかフィルム出しましたら、この富士フィルムにもこのエンドキャップが銀ってのがなんかね、あったんですよね。で、ちょっとこれ私ね、ちょっと富士があるっていうのはちょっと知らなかったんですよね。で、ただこれ富士の映るんですではあるんですが、ただこれなんか多分ね、海外バージョンかなんかだと思うんですよ、これ。一応富士フィルムのレンズ付きフィルムなんですけど、これ日本語は全然ありませんしね。で、やっぱり日本のとはちょっと違うので、ちなみに、日本のだと、こういうデザインですからね。こっちは日本のデザインです。で、こっちが今日お客さんが持ってきたデザインなので、多分その海外向けのレンズ付けフィルムなんだと思うんですけれども、富士フィルムでもこのエンドキャップが銀色のが出回ってるんですよね。で、これやっぱりね、一応こういうことなので、ちょっと皆さんの耳に入れておきたいかな。はちゃんとコダックからね、事前にこれからこういうのが出ますよっていう通達みたいなのが来たんですけど、富士はね、ちょっと少なくともうちには来てないんですよね。私が見落としてるだけかもしれないですけれども、あるいは日本向けでは ないのかもしれないです。あくまで海外向けということなのかもしれないですけどね。ただ一応こういうのが富士でも出回っているということで、ちょっと興味のある方は、頭の片隅に入れといてください。そうですね。これ、こっちの日本の方は、これ、メイドインジャパンって書いてありますけど、今日持ってきたやつは、メイドインジャパンないですからね。海外で作ったやつなのかな。こういう感じですね。はい。ちょっと私もびっくりしました。